助っ人外国人能力チェックやっていきます。阪神ロハス選手、完全パワー型ライトセンター適正 C、 超広角パワーフィーチャンス持ちの両打ち。中日ガーバー選手、完全走力型、走力 A 可能、守備適正オール C、 特殊で肩 A 可能。横浜ロメロ選手、完全球威型、中継ぎ適正あり、タイピンチ持ち。広島ネバラスカス選手、完全球威型、中継ぎ適正あり、超タイピンチ持ち。ヤクルトオスナ選手、ミートパワー同値可能。ソフトバンクマルティネス選手、オール同値可能。ドロップカーブとスパイクカーブというカーブ2種持ち、タイピンチ持ち。ロッテエチバリア選手、パワー走力同値可能、特殊でショート B 可能。西武ダーモディ選手、オール同値可能、中継ぎ適正あり。楽天ディクソン選手、完全パワー型、外国人では珍しいユーティリティプレイヤー、超広角チャンス持ち。日本ハムアーリン選手、制球型スタミナ型にも変更可能、中継ぎ適正あり。おかえりオリックスロメロ選手、デフォルトでパワー A、 特殊でライト C 可能。ようやく登場、巨人ビエイラ選手、完全球威型、163キロのストレートに158キロのツーシームを持って、中継ぎも可能、タイピンチ持ち。以上。